こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。もうすぐ小学校ですが、歯を丈夫にする食べ物はありますかっていう、ご質問です。歯は体の一部ですから、バランスの取れた栄養を取るということが必要だと思います。特にカルシウムっていうのを、特に重要視はしていますので、よく言われるのは、例えば牛乳を取りましょうなんていうのは、よく言われる話なんですが、実はマグネシウムとのバランスっていうのが、カルシウムは必要なため、今、牛乳というのは、ちょっと人によって考え方は違うんですが、私はあまりお勧めはしておりません。どちらかというと、ビタミン A、C、D の栄養素を含む食品とかをバランスよく摂ること、カルシウムを摂られるのであれば小エビだとか、小魚類から摂られるという方が安心して、摂取ができるのかなというふうに思いますし、若干ちょっとミルクというのはアレルギーの問題もありますし、腸内バランスを結構崩すというふうにも言われていますので、私からはちょっとおすすめができないかなというふうに思います。本日は以上です。